今回は 100% キャベツが破れない方法で、とっても簡単、そして低糖質にロールキャベツを作ります。こんにちは、ダイエット料理研究家のリサです。今日は卵もパン粉も使わずにロールキャベツ作ります。シンプルな材料のみですが、お肉はとっても柔らかジューシー、そしてキャベツの葉が破けたりする心配のない簡単な方法で、面倒なイメージのロールキャベツをお手軽に作っていきます。煮込み時間を含めてもだいたい30分で作れちゃいます。それではレッツクッキング。はい、で今日はパン粉の代わりにこのオートミールで代用します。ちなみに今日は2人前で作っていきます。ではオートミール 12g、低糖質なオートミールをパン粉の代わりとして使用すれば、栄養価が高くなるだけではなく、まるでパン粉を使ったかのようなふっくら口当たりのいいハンバーグに仕上がります。そして水分を吸う性質があるので、肉汁を逃さずジューシーに仕上げてくれます。水を大さじ2杯入れて、ふんわりラップをかけて、こちらを40秒ほどチンしていきます。はい、こんな感じでふやかしたら低糖質なオートミールのパン粉完成です。では一旦冷蔵庫で冷ましておきます。今日はこの春キャベツをほぼ一玉使っていきます。面白い方法でキャベツの葉を取っていくので、ちょっとご覧ください。ではまずキャベツの芯を包丁の先を斜めに入れて、このように芯の周りをぐるっと一周切り込みを入れていきます。この時怪我はしないように、左手は安全な位置でしっかりキャベツを手で押さえておきましょう。はい、こんな感じで。そしたら次のステップです。大きなお鍋にお湯を沸かしたんですけど、この中に芯をくり抜いたキャベツをもう丸ごと、このまま丸ごとドーンと入れちゃいます。無駄なくキャベツ使い切りレシピなので、ちょっと今びっくりかもですが、ご覧ください。30秒ほど湯がいて、そしたらもう綺麗に剥がれます。こんな感じで火が通ると徐々に剥がれていきます。つるんと、このようにキャベツを時々左右に沈ませながら湯がいていくと、お湯の中で自然と剥がれていきます。なのでロールキャベツにありがちな途中で破けたっていうアクシデントが全くないです。楽しいですよこれ本当に綺麗に剥がれるので。では必要な枚数を取ったら、この一玉はちょっと後で使うので避けておきます。これだったら本当に綺麗に剥けます。そして案外あっという間で一番簡単だと思います。ぜひおすすめなので。そしたらこの芯の部分はお肉を巻くときにちょっと邪魔になるので削ぎ落とします。ではキッチンペーパーの上で水気を取りながら冷ましておきます。そしたらさっき剃り取った芯の部分は肉ダネに混ぜ込むので、玉ねぎとニンニクと同様みじん切りにしておきましょう。できるだけ細かく刻んだ方が肉ダネに隙間ができないので、その分肉汁を逃さずジューシーに仕上がります。はい、でこの余ったキャベツは大ぶりサイズに切って、ロールキャベツとともに一緒に煮込んでいきます。こうしてキャベツをたっぷり使って、キャベツ自体から出る旨味や甘みがたっぷり詰まった水分で煮込むと、短時間の煮込み時間でも味しみ抜群に仕上がるんです。はい、では肉ダネを作っていきます。お塩は2つまみ入れます。で黒胡椒も少々、一旦塩と黒胡椒のみで粘りが出るまで練り混ぜます。先に塩のみで練ることで肉同士がくっついて肉汁閉じ込め効果が期待できます。ではこの中に生の玉ねぎとニンニクみじん切り入れて、キャベツの芯の部分、ふやかしておいたオートミールで、今日は卵は使わずにふんわり仕上げるためにマヨネーズを使います。マヨネーズを加えるとふんわり柔らか食感になりました。あればナツメグ入れます。爽やかな香りつけとしてカルダモンも
入れときたいと思います。ではあとは練り混ぜていくんですが、この時オートミール固まっていると思うので潰しながら練り混ぜます。では肉ダネを1人分3つなので6等分に丸めておきましょう。では包んでいきます。爪楊枝いらずで絶対に剥がれない方法です。お肉を乗せて、そしたら一巻きします。端を折りたたみます。こっち側は少し余裕を持たせて折りたたみます。で最後こうやってくるくるって巻いて、おー、でこの余裕を持たせた部分をこんな感じで埋め込みます。よいしょ。片方は余裕を持たせて折りたたんでキュッと中に入れ込むことで、爪楊枝なくても剥がれる心配なく綺麗にお肉を包むことができます。今回はキャベツをふんだんに使用して、中のハンバーグ自体もしっかり食べ応えがあるので1人分の3つ食べると結構お腹いっぱいになります。キャベツは糖質を程よく含むお野菜でもあるので、私はこのロールキャベツ食べるときはご飯を抜きにしても十分大満足しちゃいます。もちろんご飯とも合いますが、できるだけご飯の量を減らしてもお腹いっぱいに食事を楽しみたいよって方にぜひおすすめしたいボリューム満点バージョンです。ではなるべくロールキャベツがぴったり入るサイズのお鍋を用意して、巻き終わりを下にしながらきれいに並べていきましょう。並べたら水 200ml、 コンソメ顆粒小さじ2、白ワイン大さじ2を混ぜ合わせたコンソメスープを加えます。蓋をするように上にのせます。お塩は2つまみ、バター 10g、強火にかけます。はい、じゃあグツグツしてきたので弱火で15分から20分煮込んでいきます。2人分までで1玉は使い切れなかった場合、その余ったキャベツはキャベツの副菜として使っちゃいましょう。今日は私のおすすめのキャベツの副菜をちゃっとご紹介しちゃいます。保存容器の中にだしの素を小さじ1/2、お酢と醤油は小さじ1杯ずつ入れて、ニンニクのすりおろしを小さじ1/2、いりごまは大さじ1/2、最後にオリーブオイル小さじ1杯を入れて混ぜ合わせます。そしたらキャベツをあえて出来上がりです。さっぱりした味わいにニンニクのパンチが効いていて、一度食べたらやみつきになる味わいです。はい、では20分経ったので開けてみます。オープン。すっごく美味しそうです。くたっとキャベツ、いい感じにくたっとしてます。では十分キャベツくたっとしてるので仕上げに入ります。アーモンドミルクを大さじ4杯入れます。で粉チーズは小さじ4杯入れます。仕上げにアーモンドミルクと粉チーズを入れることで生クリームを使用せずヘルシーにミルク仕立てを楽しめます。あんまり動かさないようになじませて蓋をして最後 1,2 分ほど煮込んで出来上がりです。最後に塩と黒胡椒少々で味を整えましょう。今日のおうちランチはこんな感じです。ではメインのロールキャベツいただきます。美味しそう。今日もすっごい美味しそうにできました。キャベツくたくた、すぐ柔らかいからすぐ切れます。
当レストランの味です。この美味しさお店で売れます。美味しい。絶妙にくたっとしたキャベツにジューシーなお肉と旨味がたっぷり詰まったスープがもう口の中で全部合わさって最高に美味しいです。でとってもお肉ふっくら柔らかいんですけど、なんか肉肉しさもしっかりあるので柔らかいキャベツとのバランスがすごくいいです。すごくしっかりお肉の旨味を感じられる肉ダネになってます。キャベツにもお肉にも味がしみしみで最高です。代わりのオートミールがすごくスープの旨味を吸い込んでくれてて、そして最高にふっくらお肉ダネをふっくら仕上げてます。でスープもただのコンソメスープではなくてアーモンドミルクと粉チーズを入れてるので、すごくまろやかな深みとコクが引き出されてます。このアーモンドミルクをちょっと加えるスープがすごく大好きなんですよ。これは全然ダイエットしてない方にもおすすめです。もう家族みんなで楽しめます。とっても簡単に絶品ロールキャベツできるのでぜひ作ってみてください。はい、私のチャンネルでは食事改善のみで13キロ痩せた経験をもとに食べて痩せるおうちご飯を作ってご紹介しています。一見ダイエット向きではない料理も糖質オフでヘルシーに作ってダイエットに取り組んでいます。そういった工夫が詰まったレシピをたくさんご紹介していくので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。では今日も最後まで見てくださってありがとうございます。また次の動画で会いましょう。バイバーイ。